まずシングルマザーが自分のその養育している子どもを大学に行かせるための養育費についてお伺いします。私のところに来た相談ですが、22歳20歳の大学生を持つシングルマザーです。でコロナの中で、バイトができません。で、離婚した夫に養育費の延長を求めたところ却下されたというところで相談が来ているんですね。それでまず、質問です。主に、法務省の、方になると思うんですけれども、離婚し子女の養育について民法等による法的な養育の義務を負うのか、それとも養育というのは契約上のもののみなのか、お伺いします。法務省金子民事局長。お答えいたします。現行民法では父母が離婚するときはこの養育費についてその負担者、額、支払い期間の周期等について協議して定めるけれども、協議が整わないときは家庭裁判所が調停審判により定めることとされています。でこの意味は、親が子に対して養育費を支払う法的義務を負っているが、その義務は父母間の協議や調停審判を通じてその内容が具体化されるものというふうに理解されているところでございます。白石陽一君。法的義務は負うけども、まあ、手続きが必要ということですね。で、その前提の上でですね、その養育する子どもが高校卒業して高等教育、まあ、主に大学に進学しますと、もうここが一番重いんですね、負担、親のとしての負担は。それはもう下宿だったらその生活費に加えて、授業料あるいは入学金が加わるということなんですけれども、大学に進学した場合その教育費と生活費、仕送り費は養育費の負担というのはどういうふうになりますでしょうか。金子民事局長。はい、大学の進学というのは、この成年年齢の引き下げに伴って、大学進学する頃には、まあ、成人に達しているということになります。で、今後成年年齢に達したことによって当然に親の子の子に対する扶養義務がなくなるわけではございません。子が18歳の成年に達した後であっても経済的に自立することができない場合は、子を看護していない親は引き続き養育費の支払い義務を負うこととなるというふうに考えられます。このため具体的事案にもよりますが、一般的には子が成年に達した後でもその子が大学に進学するなどして経済的に自立していない場合には引き続き養育費が支払われるべきものと考えられるところでございます。白石陽一君。養育費が支払われるべきものと考えられますと、これは根拠としては法務省さんのその見解ではそういうふうに、まあ、この場でおっしゃったんですけれども、裁判上の判例、その定着した判例なんでしょうかね。金子民事局長。一般的に親の扶養義務は子が経済的に自立するまでというのは定着した考え方です。ただ両親の事情によって、もう大学進学した後はですね、いらないとお子さんの養育費を請求しないということを、まあ、明示的にですね、合意でもすればそれはそちらの合意の方が優先することになりますけれども、一般的には先ほど述べたような考え方が定着しているものと考えております。白石陽一君。まあ、大学生になるのはだいたい18歳で、まあ、一応成年ではなると、この、来月4月からですね。でも、まあ、養育の必要性があるとであるならば、まあ、今の養育費にはその大学に進学するまでの養育は考えてなくても、まあ、これは先ほどおっしゃったまず、相談、協議を求めて協議が整わなければ裁判上の請求すれば認められると、こういうことでよろしいんでしょうか。確認です。金子民事局長。これも事情によりますけれども、
実際大学に進学されて、なお経済的に自立していないというような状況であれば、一方が払わないと言っても裁判所に申し立てられれば、認められるというのが一般的な考え方かと思います。白石陽一君。はい、分かりました。でこのことを意外と知られてないんじゃないかなというふうに思うんですね。こうやって、私のところに相談した来た人はそこまで、含まれてないということなんですけども、でそこで、政務官お伺いします。離婚の時にですね、こういった養育費っていうのはどこまでカバーされるのかと。で、将来のことですからすべて予測はできないんだけども、大学に行った時までも、取り組みはしてくださいねと、そこまで、ちゃんと請求できるし認められるんですよという情報提供はしっかりと、しておくべきだと思うんですけども、いかがでしょうか。金子民事局長。具体的な取り組みにつきまして、事務方からご説明します。ご指摘の養育費の問題につきましては、特に成年年齢の引き下げ等の関係もございましたので、これまでも国会等において周知広報の重要性について指摘を受けてまいりました。このようなことを受けまして、法務省では成年年齢の引き下げに関する周知広報の一環としまして、経済的に自立するまでは養育費を支払う義務が負うということが、分かるような解説するウェブページを公開したり、あるいは自治体窓口等において離婚届の用紙とともに配布していただいている、養育費および面会交流に関するパンフレットや養育費に関する周知用の動画におきましても、同様の趣旨の解説をしたりしております。また離婚届の標準様式を改定しまして、未成年の子についてだけではなく、経済的に自立していない子についても、養育費の取り組みの有無を尋ねるような記載内容を改めるなど、周知広報に取り組んできたところでございます。委員ご指摘のように、今後も効果的な周知広報のあり方については、検討し、推進してまいりたいと考えております。白石陽一君。これ政務三役とお願いしてたんですけど、政務三役、確かにですね、よく小さい字を見ると、経済的に自立でない子、かっこ未成年の子に限られません、かっこ閉じるというところをですね、当てはまったら、丸してくださいと、離婚届にあったり、あるいはパンフレットの6番目のところにですね、そういったことが書かれたりしてるんですけども、もっとここは強調してですね、かなりこの離婚の時に決めるべきことで、金額的に大きな問題に後々なるものですから。大学生になったときの養育費、仕送り費、そして、教育費ですね、ここをもっと強調すべきだと思うんですけども、いかがでしょうか。金子民事局長。これまでも周知広報には努めてまいりましたが、委員ご指摘のとおり、なおご存じでない方が多いというようなご指摘がございますので、その点も踏まえて、今後ともちょっとその辺の工夫を考えていきたいと思います。質問は政務に対してですけど、加田法務大臣政務官、何かありますでしょうか。白石委員からのご指摘のとおりですね、いろいろこの問題につきまして、よくわからないと、そしてまた分かりにくい、そしてまた情報自体ですね、本当に必要となっている方がですね、届いているのか、そしてその方たちがどのようにしてですね、その不安というものを、確かに心細いところもありますし、離婚、そしてまずこれからの養育、経済的な問題もそうですし、精神的な問題にもかなりダメージがあると思います。そうした意味についてですね、しっかりと不安を払拭できるようにですね、そしてまたその形式というものを分かりやすく、そしてまたそれについてですね、いろいろQR コードとかそういう周知広報は努めているんですけれども、それに届くような形でしっかりと広報、啓発、そういうものにも努めていきたいと思っております。そしてまたいろいろな様式の部分につきまして、書類というのはなかなか書く方、出す方というのは大変な負担がかかると思います。いろいろな声をしっかりと聞いていきましてですね、またニーズに応えていけるようにしていきたいと思っております。白石陽一君。ぜひ周知お願いします。
法的な義務あると言ってもですね、もう子どもが大学入学してから訴えるわけにはいかないんです。そんなことを している場合じゃないということでですね、ですから離婚の時にちゃんとしておくということを重ねてお願いしたいと思います。で、次の質問は厚労分野になるんですけども、児童扶養手当ですね、これが子どもを育てる学校をに行かせるためにもですね、必要なんですけども、そこには所得制限があります。で、所得制限でギリギリのところで手当をもらえないと、シングルの方ですね、訴えてます。別の方ですけども。他の、例えば、共稼ぎであっても、低所得者の人は、いろんな支援金もらえるけども、自分はもらえないということ、おかしいんじゃないかということです。で、それで所得制限、どれぐらいのレベルなのかというふうなところを見ましたところ、例えば2人の子どもがいる場合、一部も支給が認められない、収入の金額が412万円ですね、子どもが2人いて、シングルのお母さんがいると、412万円というのは大体どれぐらいかというと、会社勤めで、賞与が春夏、2ヶ月、2ヶ月あった場合、額面で1ヶ月25万円なんですね。月給25万円の、シングルマザーで2人の子どもを育てていて、それで、児童扶養手当もらえないということになっているわけです。そこで質問です。この所得制限のこのマトリックス、金額の合理性というのは、定期的に物差しでもってチェックされてるんでしょうか。厚生労働省児童虐待防止等総合対策室長。岸本室長。お答えいたします。児童扶養手当制度におきましては、ひとり親世帯の生活状況や支援の必要度に応じて給付の重点化を図る観点から、所得に応じた支給制限を設けているところでございます。この所得制限限度額でございますが、制度の目的が離婚等による家督能力の低下を補うものでございますので、性別母子世帯における母の所得水準などから、経済的な支援が必要なひとり親世帯の範囲を定めております。この所得制限限度額につきましては、これまでもひとり親世帯の所得状況に関する調査結果などを踏まえまして、平成30年に全部支給の所得制限限度額の引き上げを行ったところでございまして、今後とも必要に応じて見直しの検討を行ってまいりたいと考えております。白石陽一君。過去、直近では平成30年に見直しを行ったと。でも私の質問にははですね、定期的に見直してますか。例えば3年なり5年なりで、それで、あるいは定期的じゃ ないにしても、例えば消費者物価指数だとか、あるいは一人は 世帯の平均的な所得水準の統計であるとか、そういった物差しでもって客観的にですね、トリガーを備えて、それでもって見直しされてるんでしょうか。いかがでしょう。厚生労働省岸本室長。お答えいたします。児童扶養手当制度の所得制限限度額につきましては、先ほど申し上げたその一人親世帯の所得状況などの調査結果を見ておりますが、いわゆる財政再建算のような、例えばですけれども、定期的な見直しの仕組みというのをその制度化されてはございませんで、各種データをその厚生労働省においていろいろ見ながら必要に応じて検討を行っているというものでございます。白石陽一君。提案します。もうぜひですね、これ定期的に見直してください。社会状況は変わりますから、社会状況変わって、例えば物価であるとかですね、他の一人親世帯だけじゃなくて、比較すべきは、どうしても見てしまうのは、共稼ぎであってもですね、シングルマザーが不当に、ここの所得制限で足切りされてないかというところなんですけれども、ここは厚労省としても定期的に見直しするというような仕組み作りを検討してくれませんでしょうかね。いかがでしょうか。岸本室長。
お答えいたします。所得制限限度額の見直しにつきましては、先ほど申し上げましたような繰り返し恐縮ですけれども、一人の所得状況など随時見ておりますが、ご指摘のように定期的に見直すということを、その正当化するかどうかともかく、必要な状況変化に対応するといったことはしっかりやってまいりたいと考えております。白石陽一君。随時ということなんですけれども、常にそこはですね、見ておいていただいて、で、引き続きそのシステム化、物差しを作るなり、トリガーですねを作るなり、あるいは機関で見るなり、していただきたいと思います。次の質問はですね、厚生年金の離婚分割です。厚生年金、2回部分ですけども、離婚するときにですね、合意によって、奥さんだったが、シングルマザーだったりですね、特に妻の方焦点当てたいと思うんですけども、がもらうことができる、分割することができる、特に産後分割ですね、サラリーマンの奥さんで離婚に至った、その際に自分の年金というのはそのままにしとけば、基礎年金、1回部分だけですけども、その2回部分についても半分半分で、もらうとか、そういうことができるわけです。でも私のところに来た相談は、それ知らなかったと、そして、時効2年過ぎてしまったと、自分の生活これから老後不安だと、年金もらい始めてても子どもを育てている、特に大学生だったら、60歳で子どもがまだ大学院に行ってるとか、あると思うんですけども、教育費という意味ですね。そこで質問です。この離婚分割の年間の件数というのはどれぐらいあるんでしょうか。厚生労働省宮本年金管理審議官。お答えいたします。厚生労働省年金局でまとめております厚生年金保険国民年金事業の概況によれば、共済組合等を除く厚生年金保険における産後分割を含めた離婚等に伴う保険料納付記録の分割の件数は、令和2年度で29,781件となっております。白石陽一君。年間29,000件ぐらいと。で、離婚の件数というのは年間20万件ぐらいですから、1割強ですね。で、つまり分割の条件に該当しながらも、8、9割はもうそれをしないで、いると、もちろん、その女性が自分の共稼ぎだったと、それで自分の2階部分を持ってる、十分持ってるとかですね、ありうるかもしれませんけれども、あるいは自営業で2人とも国民年金だったと、これもありうるかもしれませんけれども、でもかなりのこの20万件の中で、分割の条件に当てはまりながら、分割してないというのが実態ということが確認できたと思います。そこで質問です。もう離婚時にこの厚生年金、2階部分のですね、分割ができるんですよということを当事者にどのように伝えてますでしょうか。深澤厚生労働大臣政務官。はい、お答えいたします。離婚時の分割のどのように通知しているかということでございますが、従前から年金事務所の窓口や日本年金機構のホームページにおいて周知しておりますほか、令和2年の2月からは、法務省の協力を得て、離婚届の受付先である市区町村の戸籍担当窓口において、制度周知のためのリーフレットの配布をしております。以上です。白石陽一君。はい、ホームページとリーフレットということなんですが、リーフレット、こういったものをですね、渡しているということじゃないかなと思うんですけれども、ここで提案です。年金分割の申請書というのは、こういう、2枚ものなんですね、表裏で。これを離婚の届けの、その申請書、これは
一枚ものですけれども、それと一緒にお渡しするということで、相当ですね、認識が高まり、もうこの私もコロナの申請の時によく分かったんですけど、これをダウンロードして、印刷するというところからできないんですよ、手間なんですよ、それをもう役所の窓口の離婚届受付のところでお渡しするということを、これ厚労省とか、あるいは法務省とか、その省庁横断的にですね、やられたらいいんじゃないかと思うんですけども、いかがでしょうか。深澤厚生労働大臣政務官。はい、離婚分割制度については、請求漏れを防止する観点から、制度の周知というのは重要だと認識しております。先ほど、答弁させていただいたことに加えまして、ただいま委員からご指摘のとおりですね、ご指摘の分割請求用紙を市区町村の窓口で離婚届とともに直接配布するということは、請求漏れの防止や請求の利便性向上に資すると考えられることから、市区町村に過度な負担とならないよう留意しながら、法務省と協力して検討を進めてまいりたいと思っております。以上です。白石陽一君。はい、法務省と相談しながら、検討を進めていただきたいと、前向きの答弁と受け止めさせていただきます。これがですね、その書類の中にこのパンフレットだけじゃなくてですね、差し込まれているだけで相当違うと思うんです。そうすると、ゆくゆくその、主に心配するのは女性ですけれども、子どもの養育だけではない、自分の生活、老後の生活までもですね、かなり違ったものになりうるというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。それで、その議論を もう一歩進めてですね、この年金の離婚分割制度というのは義務化することはできないかなと思うんです。もう自分分かりやすくして、男性が働いていて、そこで、年金保険料を納めていた、産後保険者っていうのは、それにくっついていた、だから産後保険者、奥さんは、2階部分ないですよと、こういう時代じゃないと思うんです、もう協力して家庭を、維持して、で、子育てもしてるわけですから、もう2階部分は、もう半分半分が原則で、半分半分じゃない方を例外的な扱いとして、協議によって、違う扱いをするというふうに、特約することができるというふうに、原則と例外を逆にすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。厚生労働省宮本年金管理審議官。お答え申し上げます。離婚時の年金分割につきましては、産後分割につきましては、離婚した元産後被保険者からの請求により、婚姻期間にかかる厚生年金保険料の、納付記録を分割できるという制度でございます。この分割請求につきましては、年金受給権が相続や譲渡の対象にならない、一審専属権であって、差し押さえが禁じられていると、非常に権利性が強いものであると、その一審専属権の例外として、当事者の一方の年金を減少させることになる制度であるということ、また離婚の当事者それぞれに、多種多様な事情があって、離婚時において、年金以外の財産分与の状況などの諸事情も合わせて考慮することが適当であるということ、場合があること、ということから、当事者の請求なく、自動的に分割されるような制度であるというのは、適当でないと考えております。白石陽一君。はい、一足飛びにそこまでいかないということであれば、先ほど福澤政務官がおっしゃられたですね、周知をもっと積極的にプッシュ型で、やっていくということでお願いします。次の質問です。シングルマザーからちょっと離れまして、じゃあ祖父母が孫を大学まで上げる、こういう場合もあると思うんですね。で、そこからそういう方からのご相談なんですけども、この、祖父母だから、年金受給しているということです。で、その祖父母が子ども児童扶養手当を申請したら、公的年金をもらっているので、もらえませんでしたということなんです。児童扶養手当というのは、公的年金をもらっていて、
もらっていたら児童扶養手当もらえないんですでしょうか。厚生労働省宮本年金管理審議官。すいません。厚生労働省岸本児童虐待防止等総合対策室長。お答えいたします。児童扶養手当と公的年金の関係でございますが、基本的には家督能力の低下に対する所得保障という同一の性格を有しており、家督能力の低下の要因が複数重なったとしても必ずしもその低下の程度が比例的に加重されるものではないことから、同一の人物に対する重複した所得保障を避ける観点から、受給する年金額が児童扶養手当額を下回る場合以外には平給することは認められていないものでございます。なお今申し上げましたが、平成26年の制度改正以前は、年金を受給している場合には児童扶養手当は支給されなかったものでございますが、26年の制度改正によりまして、年金額が児童扶養手当額を下回る場合にはその差額の児童扶養手当分は支給するというふうな制度改正がなされているものでございます。白石陽一君。公的年金をもらっていても児童扶養手当どちらか金額の大きい方に合わせてもらえるということなんですけれども、でもやっぱり祖父母は、普通で言ったら年金だけで自分たちの生活をするということに加えて孫の世話をし大学まで場合によってはあげないといけない、非常に厳しいわけですね。高校まででも本当に厳しいと思います。でそこでですね、政務官、提案なんですけれども、この平給調整というのを見直していただけたらなと。平給調整というのであれば、どちらか金額の大きい方じゃなくて、一方をベースとして、それに足し上げる、足し算として、2分の1かもしれませんけれども、足し上げるというふうな平給調整にするか、それとももう公的年金はもうもらってくださいと、その上で児童扶養手当は受給しても可能ですと。いうふうに平給調整をなくすという方法もあると思うんです。その2つどちらか検討していただけませんでしょうか。深澤厚生労働大臣政務官。児童扶養手当と公的年金につきましては、先ほどご答弁のとおり、いずれも家督能力の低下に対する所得保障という同一の性格を有していることを踏まえまして、受給者の年金額が児童扶養手当額を下回る場合以外で、平給を認めることとするのは難しいと考えております。いずれにしても、厚労省としては、真に経済的な支援を必要とするひとり親世帯や、養育者の方に児童扶養手当の支給が適切になされるよう、引き続きしっかりと取り組むとともに、就労支援や生活支援も含めたひとり親等への総合的な支援を引き続き推進してまいりたいと思っております。以上です。白石陽一君。引き続きですね、検討課題として、ここの平給調整をですね、撤廃あるいは足し算としての平給調整考えていただきたいと思います。でそして今の制度を前提にしたら借り入れになるわけですね。で、孫さんが大学に行く場合は学資ローンというのを利用するわけです。で学資ローンというのは日本公庫さんがやっている国の制度ですけれども、そこでですね、申し込みをする、祖父母が申し込み者として、保護者ですから、申し込みをした場合、返済はですね、通常ならば15年以内というものが、70歳以上の方は5年以内と、言われたというふうに、私のところに訴えてきています。審査があるのは仕方がないですけれども、そういう画一的なですね、一律のルールでもって、祖父母がお孫さんの学資ローンを借りるときには、返済期間について、特に短期でやるということは、これ、問題だと思うんですけれども、今、どういう運営状況になってますでしょうか。財務省、久保田大臣官房審議官。お答えいたします。学生を育てる祖父母などの高齢者の方が融資申し込み者の場合に、その融資対応について、一律の取り決めがあるのではないかという、お尋ねでございますが、日本公庫の方にも確認させていただきましたが、
まあ、融資申し込み者が、まあ、祖父母である場合など、高齢者の場合であっても、まあ、貸付期間の設定など、融資、審査における一律の対応を定めたマニュアル等は存在しないというふうに承知しております。日本公庫では融資審査においては、画一的な審査基準によることなく、その返済可能性を可能な限り追求した上で、融資判断を行っているものと承知しております。白石陽一君。まあ、画一的なそういう審査基準はないということなんですけれども、もうできるだけですね、寄り添って、国の機関ですから、特に、祖父母が子どもの学資ローンを借りるという、本当に気の毒なケースですよね、できるだけ寄り添って、で、やはり日本学生支援機構の方は、寄り添っている対応になっていると思います、それは書類さえ整って、で定職得であって、まあ、留年とかしない、ちゃんと勉強していたら、返済期間20年で、お貸し出ししますよと、まあ本当はもっと給付型にしてほしいんですけれども、少なくともお貸し出しはしますよという対応になっていると。学資ローンにしても、まあ、できるだけこの日本学生支援機構の奨学金にですね、まあ、近い形の寄り添った対応をしていただきたいんですけれども、確認させてください。久保田大臣官房審議官。財務省といたしましては、日本公庫が民間金融機関を補完しつつ、教育ローンを通じて、家庭の経済的負担の軽減と、教育の機会均等に貢献することが重要であると考えておりますので、日本公庫に対しては、機械的、硬直的な融資判断を行うことがないよう、融資申し込み者の立場に立って柔軟な対応に努めるように、引き続き努めるように促してまいりたいと思います。白石陽一君。はい、そのようによろしくお願いします。最後になりますけど、まあ、ここ文部科学委員会ですから、で文部科学委員会ですけども、やっぱりその大学生をですね、まあ、優秀な学生を大学に行ってもらうということ、これは、まあ、その学生さん、まあ、日本国民にとっても、推進すべきですし、大学としても幅広く、その広くですね、優秀な学生を、大学で学んで、できれば学級の世界でもですね、中から選ぶ人が出てくると、これはもう文部科学省としても進めるべきだと思うんですけども、今の現状、例えばシングルマザーとかですね、あるいは親がいなくて、何らかの事情で親がいなくて、祖父母が孫を育てて大学まで行かせる、いろんな障害があるわけですね。この点について、まあ、文科省、文科大臣として、感想があればお聞かせください。これが最後の質問とします。末松文部科学大臣。白井先生にお答え申し上げます。まあ、ずっと話も聞いておりまして、経済的に困難な学生さんが学びを諦めることがないようにというのは、これはもう文科省の強い願いでございます。でそのために文科省は、先生ご承知のとおり、令和2年度より、高等教育の就学支援の新制度を開始いたしておりまして、今お話がありました一人親世帯を含め、真に支援の必要な低所得者世帯の学生に対しまして、給付型の奨学金と授業料減免による支援、この2つを実施をいたしております。でこのほかにも、まあ、無利子奨学金、有利子奨学金も用意しておりまして、返済の際も所得に連動した返還や返還額の減額により、私は、まあ、割合きめ細かく支援を行っていると思っております。で、まあ、これによりまして、まあ、大学の進学率も確かに、平成30年度 40% だったのが令和2年で 51% まで上がってございます。でこうした中で低所得者世帯の大学進学率が上昇してきておりますが、生徒の分かりやすい周知は引き続き課題であると考えます。一人親世帯などがの支援がですね、必要な学生やその保護者に必要な情報が早い段階で届くように、教育関係者だけでなく社会福祉の関係者にも周知されるように、これはもう厚労省とも連動して充実させる必要があると思っています。給付型の奨学金ですけれども、51万人分を用意いたしました。
予算計上しました。2022年度で27万人で、2021年度で32万人以上お使いをいただいておるわけなんですけれども、もっともっとその高校時代、さらにはもう遡って中学ぐらいからこの存在を考えながら計画を組んでいただきたいなというのは文科省の思いでございます。いずれにしましても先生のご意見をよく頭において、施策に反映していきたいとは思っております。白石洋一君。はい、あの大臣ありがとうございます。制度の充実とでそれの周知と、まあ、両輪として、これからもよろしくお願いします。終わります。